浦和レッズが今季3試合目で待望の初勝利を手にした。1対1の後半37分、途中出場の MF 安井海斗、23、が中央でパスを受け、プロ初ゴール。開幕から2戦連続完封負けと苦しんだチームを勝利に導いた、素直に嬉しい。逆転勝利を自分のゴールで決められてよかった。そこまでみんながしっかり繋いでくれた。流通経大から浦和に入団し今季2年目。大学時代は世代屈指のボランチも、この日はトップ下にポジションを移して活躍。途中出場からわずか5分で仕事を果たした、埼玉スタジアムが芝の改修工事中のため、今年は20年ぶりに浦和駒場スタジアムがホーム開幕の場となった。丹後は大学2年時に、天皇杯で浦和と対戦したのがこの浦和駒場だった。応援がその時からすごいと思っていた。ここで決められてよかった。ゆかりの場所で今度は声援を背に受けた。ここまでの2試合はベンチ外、勝負できると思っていたので、正直悔しい気持ちはあった。それでも下は向かなかった。腐ったら意味がない。まだまだ、スタートから出て活躍したい。まだまだ、ここから、チームと共にもっと活躍する、磯彩乃。